本当は必要ないんだけど脂肪中に進めてるケースがあるんですよ。わざと取りすぎるの、何も注入しないよりも、まあ、要するに売り上げになるわけじゃない。こんにちは、 TCB 特別指導医の安本匠です。今回は患者様からいただいた質問に対して回答していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。患者様からいただいた質問です。クマ取り手術をしたくて何件か美容クリニックでカウンセリングを受けました。脂肪注入が絶対に必要という先生と脂肪注入がいらないという先生がいて困惑しています。できれば脂肪注入はしたくないのですが、脂肪注入はしないといけないのでしょうか、という質問です。はい、まずクマ取りっていうのはどういう手術かっていうと、クマっていろいろいろな種類があるんだけど、この質問に関するクマは影クマですね。眼下脂肪っていう目の周りを覆っている脂肪が前に出てきてしまって、目の下が膨らんでいることによって下が影になってできるクマです。こういうクマは手術で取ることができるんですね。余分な眼下脂肪の膨らみを取って、膨らみを引っ込ませることによって影が消えます。ってなんだっけ脂肪注入。あ、そうだね、そうだね。どういう方に注入系の施術が必要かっていうのは、クマっていうのは膨らみによってできる影なので、膨らみを取るだけで終わりっていう方もいるわけですよね。だけど膨らみだけじゃなくて、へこみがある方がいるんですよ。眼下炎といって眼球が入ったらくぼみがこうあるんだけど、そこの境目ってこうくぼみやすいよね。そういう方の場合、膨らみを取っただけだとへこみが残っちゃうので、クマが残っちゃうって場合がありますよね。そういう場合に対してヒアルロン酸を入れたりとか脂肪を入れたいっていう追加の手術をした方が最終的な仕上がりが良くなるっていう場合もあるんですよ。もし脂肪注入を勧められたケースとしては、くぼみがあるからそこに何か入れた方がいいですよっていうことで勧められるケースがまず一つで、注意しなきゃいけないのは、本当は必要ないんだけど脂肪注入を勧めてるケースがあるんですよ。で、今回の方はファームクリニックあるいは他のドクターに、あなたは必要ないですよって言われてますよね。ということはもしかしたら必要ない可能性がある。うちにもですね、隊員さんでクマ取りだけでいいと思って行ったんだけど、脂肪注入をした方がいいですっていうことを言われてしまって、思ってた金額より3倍ぐらいの金額になってしまったと。で、本当に脂肪注入必要なの？ということでうちに来られる患者さんも結構いるんですね。で、そういう方を見ると脂肪注入までは必要ないだろうなっていう人が8割9割。何が起こってるかっていうと、クマ取りに来た人全員に脂肪注入進めてるんですよ。その患者さんの状態に関係なくそうです。どういう話を聞いてきたかとか見積もりとか見せてもらうと、全ての人に脂肪注入がついてます。いや、そんなはずないよね。単に膨らみしかない人もいるし、もちろんちょっとへこみがある人もいるんだけど、そういう人って別に脂肪注入までしなくても良くなるケースがほとんどなんですよ。医療って当たり前だけど、医療行為で全部リスクあるから、やらないで済むことはやらなくていいんですよ。であるいは簡単な方法で代替できる場合は、まず簡単な方法でやって、それでもダメだったら難しい方法とかリスクがある方法でリスクを取りに行って高い効果を得るっていうのが医療の考え方なので、いきなり脂肪注入必要ですよって言っちゃうとちょっとまた違うのかなと思うんでね。で、多くの場合は脂肪注入は実際必要ないです。クマ取りで脂肪を取るだけでもいい人もいるし、ちょっとしたへこみがある場合はそこにヒアルロン酸を少し入れてあげるだけでなだらかになっちゃうので、それで解決する方もいます。じゃあよく聞かれることで、ヒアルロン酸って吸収されるじゃない、でずっとこれを一生やんなきゃいけないのって言われるんだけど、意外とそうでもない人が多くて、最初ちょっとへこみがあるんだけど、ヒアルロン酸が吸収される頃には馴染んであってあまりへこみ気にならない場合もあるし、ヒアルロン酸自体全てが吸収されるかっていうとそうじゃない部分も実はあって、少し残るんですよね。実際鼻とか涙袋とかそういうところにヒアルロン酸注入すると天然吸収されないで残る方って結構いるんです。それと同じように目の下にヒアルロン酸入れて全てが吸収されるわけじゃないので、少しやっぱ残ってあんまりへこみ気にならないからもう打たなくていいよっていう方もだいぶいるので、そういう方に対して最初から脂肪注入って本当に必要なのだろうかって思うんでしょう。脂肪注入って実は別に同時に行う必要ないんですよ。クマ取りをしてやっぱりへこみが気になる、その段階で脂肪注入してもいいわけね。あるいはヒアルロン酸最初やってみてもいいわけ。なので最初から選択する処置じゃないかなと僕は思ってます。脂肪注入したら一生残るからいいじゃないって思う人もいるでしょ。いやいや、そんなことなくて、注入した脂肪って全部が残るわけではないんですよ。定着するのは2割とか3割とか、脂肪注入にもやっぱりリスクがあって、脂肪吸引をまずしなきゃいけないっていうことでまず一つのリスクだし、注入した脂肪がしこりになったりとか石灰化してガチガチになっちゃうってリスクも
ゼロとは言えないですね。思うような仕上がりにならないって可能性もあるよね。そういう場合に脂肪注入ってリカバーが効かないんですよ。ヒアルロン酸であれば入れすぎたら溶かすことはできるし、ある程度吸収されていくと馴染んでいくんだけど、脂肪注入はそうはいかないですよね。それをさらに除去するってなると非常に大変な手術になっていくので、まずは本当に脂肪注入が必要なのっていうことを考えてほしいのと、脂肪注入をする場合のリスクについても考えなきゃいけないと思うんですよね。ドクター側からしても脂肪注入じゃなくてヒアルロン酸を使った方が簡単で早くていいんじゃないですか。金額が変わってくるんですか。そうなんですよ。脂肪注入をするってことは脂肪吸入する料金が発生するでしょ。あと脂肪注入をする料金が発生するわけよ。病院によっては脂肪をちょっと加工する料金を取ったりとか、料金が2倍3倍になっていくわけよ。だからヒアロン酸を単に入れたりとか何も注入しないよりも、まあ、要するに売り上げになるわけじゃない。それで前例に脂肪注入を進めてるっていうクリニックが存在するんだと思う。で実はね、なんでこんなこと言ってるかっていうと、そのクリニックから来たドクターがいるんですよ、 TCB に。あとはわざと取りすぎるの、本当に必要ない人に脂肪注入したら膨らんじゃうじゃん。脂肪注入を進めてるってことは一回へこませないと仕上がりがおかしくなるでしょ。そこのクリニックでは根こそぎ取ってわざとへこませてからの脂肪注入です。本来別に必要ないことはやんなくていいし、本来必要ないところまで剥離して余計に脂肪取ってくるって、そういう無茶なことをする場合に何が起きるかっていうと、強い腫れが起きたりとか、血腫といってね、パンパンに腫れちゃったりとか、そういう可能性がある。あとは、目の眼球をこう動かすための神経とか筋肉が傷ついてしまうって可能性あるかな。脂肪以外の大事な組織、神経とか筋肉とか、そういうのをやっつけてしまうリスクっていうのはやっぱりあるかなと思う。先生、今日もありがとうございました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回は患者様からいただいた質問に回答していきました。参考になったと思う方はチャンネル登録、グッドボタンを押していただけると動画制作の励みになりますのでよろしくお願いします。また当院の予約を取りたいという方は概要欄のリンクからご予約ください。 Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますのでぜひ見てくださいね。バイバイ。